5月24日の京成バラ園になります。京成バラ園は今見頃という看板も出ているように完全に満開となっております。ちょうど正面から入りますと、真正面にはいわゆるウェディングアーチですね。ちょっと大きくしてみますね。ゆっくり行きますので、手前に、噴水が見えると思います。これが、いわゆる、ウェディングアーチということになりますけども、これがバラ園のシンボルかと思います。でこの、ウェディングアーチを中心にしてまず、正面にですね、芝生の、きれいな、これなんていうんですかね、センター通りっていうんですかね、が1本あります。でここは噴水のすぐそばということになります。でここは皆さんのくつろぐ場所となっています噴水になります。でこの噴水のちょうどこう、向こう側の方ですね、ちょうど横切るような形なんですけども、大きなアーチがあります。これはですね、白とピンクのバラが、ちょうど満開となっておりますが、左側が新雪という、白いバラで、右側の方が羽衣というバラになります。非常にこのアーチはですね、ピンクと白が、綺麗なアーチだと思います。特に新雪の色ですね、美しい白色でピンクの羽衣というのが、綺麗だと思います。このアーチを眺めながらですね、左側を見てみますと、そうですね、ここもさまざまなバラが咲いていると思います。5月の10日頃から撮っていますけども、この2週間で、バラは満開になっていると思います。ここはバラ農家に通じる、道になります。いわゆるゲートがありまして、ここをくぐっていきますと、たくさんアーチが見えてまいります。まずオレンジ色のアーチが見えてきます。いくつかアーチをくぐりますと、ちょうどここが、真ん中になりますね。ここから見てみますと、向かい側の、大音室と先ほど見ましたその、噴水ですね、噴水と、大きなアーチが一つ見えると思います。でここがですね、後ろを振り返ってみますと、ちょっと多分水汲みをしている乙女なんでしょうか、あるいは花を摘んでいるんでしょうか、分かりませんけども乙女像だと思いますがありまして、ここもバラで囲われております。でこの辺一帯ですね、またアーチが続いております。このバラもすごい咲いていますね。でここがバラの丘のほぼ終わりになっていまして、この先はバラの谷ということになっています。色とりどりのバラですねが今本当に咲いていて綺麗だと思います。ここには、東屋もありまして、休憩する場所もあるようになっています。でここからまた眺めてみますと、そうですね、バラ園全体が見渡せますけども、ともかくもう花がいっぱい咲いていて、
バラの香りも漂っております。